ファッション流通科ファッションモデルコースの名和入りです。前期はナチュラルやクールなどのイメージ別のメイクを学び、後期は年代別のメイクを学びました。今は卒業制作に向けてフォーマルなヘアメイクの提案をしています。授業のヘアメイクの他に私個人の撮影のメイクヘアメイクのアドバイスもしてくださり、とても親切にしてくださいます。大好きです。先生の指南に基づいて自分の顔にメイクをしていきます。みんな各々集中して取り掛かっています。先生が教えてくださるヘアメイクポイントを聞き逃さずに、自分の、ヘアメイクのクオリティを上げることに頑張っています。その場での自分のヘアメイクのチェックになるので、課題はほとんどないです。フォトシューティングの授業とヘアメイクの授業がリンクしていることが多くて、例えばちょっとレトロな雰囲気の撮影をするときに、それに向けて50年代のヘアメイクをしたりとリンクしていることが多いです。授業の一環で、外部の企業の方とのコラボがあったりして、プロの方と実際にお会いすることができて、刺激を受けることができます。それがすごく楽しいです。人前に立つときは美しい話し方や所作でいることを気をつけています。あとは自分の心や体のメンテナンスも大事にしています。プロ意識を持って現場に行けるようになったことです。依頼をいただいたときに、学生なんですけれども、学生として私は行くのではなく、一モデルとしてプロ意識を持ってお仕事させていただくようにしています。モデルコースなんですけれども、モデル志望という方ももちろんお友達でいるんですけれども、モデル志望だけじゃなくって、自分の美意識を高めたい、綺麗になりたい、美しくなりたいっていうお友達も多いですね。文化を通してお仕事をいただいたことによって、やっぱり私はモデルのお仕事が好きなんだなっていうことも分かったので、これからも長く続けていきたいなと思います。将来はニューヨーク、ミラノ、パリなどの世界的なコレクションに出演するのが私の夢です。モデルコースは本気でモデルになりたいと思う方には最高な環境です。周りの先生方も応援してくださいます。たくさんチャンスが転がっているので、それをつかめる準備をしておくといいかなと思います。応援してます。